四谷階段。四谷階段とは、元禄時代に起きたとされる事件をもとに創作された、日本の階段。江戸の雑司がや四谷町、現、豊島区雑司がやが、舞台となっている。基本的なストーリーは、定女、岩が夫、家門に残殺され、幽霊となって、復讐を果たすというもので、鶴や南北の歌舞伎や三遊亭窓川朝の落語が、有名である。階段の定番とされ、 檻に触れて舞台化、映画化されているため、様々なバリエーションが存在する。町年寄りの孫江門と八郎という人物が、文政十年、1827年に幕府に提出した調査報告書。各庁に古来から伝わっている逸話や知史について、報告するために書かれたもので、文政庁法書上という書の中の四谷庁法書上編の付録という形をとっている。 以下書状内容は、上京年間1684年から1688年、四谷左門町に、田宮伊右衛門31歳と、妻のお岩21歳が住んでいて、伊右衛門は、婿養子のみでありながら、上役の娘と重婚して子を設けてしまった。そのことを知ったお岩は,は発狂した後に失踪。その後、お岩のたたりによって、伊右衛門の関係者が、次々と死んでいき、 最終的には18人が、非号の最後を遂げた。民家家滅亡後、元禄年間に、民家や跡地に、市川すぐえもんという人物が越し、その後聖徳五年、1715年に、山浦人兵衛なる人物が越してきたところ、奇怪な事件が起きたので自らの菩提寺である、妙行寺稲荷を肝心して、追善仏寺を行ったところ、会員が止んだというのが、大方の荒ましである。 問題は、書かれたのが、鶴屋南北の東海道四谷階段が上演された2年後の文政10年であるということ。南北の四谷海岸をもとに作られた可能性も、あるので、早稲田大学の名誉教授である、郡司正勝は、南北が自作を宣伝するために、袖の下を使って書かせたのではないかと推測している。が、実際に検討すると、諸状の内容が全て作り話であるというのも、 難しい。四ツ谷雑談集、教法十二年、1727年の奥付けに、元読時代に起きた事件として記され、鶴屋南北の東海道四ツ谷階段の原点とされた話。江戸時代初期に誕生された稲荷神社の由来とは、年代が合わず、また、民家家は現在まで続いており、民家に伝わる話としては、お岩は、定女で夫婦仲も睦まじかったとある。 このことから、タミヤやゆかりの女性の失踪事件が、階段として改変されたのではないかという考察がある。また、岡本喜道は、お祝いなりについて、下町の町人の語るところは階段であり、山ぬ手の武家の語るところは、美談と分かれているので、事件が武家に関わることゆえに、都合の良い美談を武家がこしらえたのではないか、という考察をしている。南北の 東海道四谷階段以前に、この話を下敷きにした作品としては、極帝和金、完全と世よ物語、文化三年、1806年や竜亭根彦、金星階段詩も呼ぼし、文化五年、1808年がある。四谷在住の五千手鉄砲組同心の民や、又座右衛門の一人娘である岩は、様子性格ともに難がありなかなか向こうを得ることが、できなかった。 浪人の家門は、仲介人に半ば騙された形で、民家家に、婿養子と氏和を妻にする。民家家に入った家門は、上司であるよりきの伊藤騎兵の目かけに惹かれ、また騎兵は妊娠した目かけを家門に押し付けたいと思い、望みの一致した二人は結託して、岩を騙すと、民家から追う。騙されたことを知った岩は狂乱して失踪する。岩の失踪後、民家には、 不幸が続き断絶。その跡地では、会議が発生したことからおは稲荷が建てられた。東海道四谷階段、東海道四谷階段は、鶴屋南北作の歌舞伎狂言。前後幕。文政八年、1825年、江戸中村座で初演された。南北の代表的な生瀬和狂言であり、海談狂言、夏狂言。 奏本中心蔵の世界を用いた外伝という、体裁で書かれ、前述のお岩伝説に、不倫の男女が戸板に釘付けされ神田川に流されたと、当時の話題や、砂村音房堀に侵住者の死体が流れ着いたという、話などが取り入れられた。岩が、毒薬のために顔半分が醜く腫れ上がったまま髪を、隙も大え死ぬところ、二幕目、家門内の場。 岩と小平の死体を、といた一枚の表裏に釘付けにしたのが漂着し、伊右衛門がその両面を反転してみて執念に、驚くところ、三幕目、砂村恩望掘りの場の問いたいし、蛇山の暗室で、伊右衛門がおびただしい数のネズミと怨霊に、苦しめられるところ、大詰め、蛇山暗室のバナが有名な場面となっている。中村座における諸縁寺は、 時代仏の金本中心蔵と合わせて二日にわたって上演された。中心蔵と続けて演じると、縁屋義氏、佐藤よもしちが家エモンを撃った後に、キラテイの内ち入りに参加することになる。再演以降は、四谷階段の部分が単独で上演されている。その場合、よもしちらの登場シーンは省略されたり書き換えられたり、することが多い。配役は、 以下の通り、岩の役柄は、菊五郎の外村、小野菊五郎の時代に集大成され、以後、音羽屋のお家芸の一つとなった。元縁屋藩士、四谷左門の娘、岩は夫である伊右門の不行情を理由に実家に連れ戻されていた。伊右門は左門に、岩との復縁を迫るが、過去の悪事、黄金横領を指摘され、辻斬りの仕業に見せかけ左門を殺害。 同じ場所で、岩の妹、袖に横れんぼしていた薬売り、直助は、袖の夫、佐藤よもち、実は入れ替わった別人を殺害していた。ちょうどそこへ、岩と袖がやってきて、サモンとよもちの死体を見つける。嘆く二人に家門と直助はあだを打ってやると、言いくるめる。そして、家門と岩は復縁し、直助と袖は同居することになる。に戻った岩は、 産後の日立ちが悪く、病がちになったため、家門は岩を糸うようになる。孔諸直の家心、伊藤喜兵の孫、梅は家門に恋をし、喜兵も家門を婿に望む。後継の士官を条件に承諾した家門は、あ間の卓越を脅して、岩と、不義密通を働かせ、それを口実に離縁しようと画策する。喜兵から送られた薬のために要望が崩れた岩を、 見て怯えた拓越は、伊右衛門の計画を暴露する。岩はもだえ苦しみ、置いてあった刀が首に刺さって死ぬ。伊右衛門は、下方の薬を盗んだ尖で捕らえていた、小仏将兵を斬殺。伊右衛門の手下は、岩と小平の死体を戸板にくくりつけ、川に流す。伊右衛門は、伊藤家の向こうに入るが、婚礼の晩に幽霊を見て錯乱し、梅と騎兵を殺害、逃亡する。 袖は卓越に姉の死を知らされ、仇討ちを条件に、直助に身を許すが、そこへ死んだはずのよもしちが帰ってくる。結果として、不定を働いた袖はあえて、よもしち、直助二人の手にかかり死ぬ。袖の最後の言葉から、直助は、袖が、実の妹だったことを知り、自害する。蛇山の暗室で家門は、岩の幽霊とネズミに苦しめられて狂乱する。 そこへ真相失態をもしちが来て、衆都と義士の敵である家門を撃つ。現在、四谷左門町には、お祝いなり民屋神社とお祝いなり養運寺が、道を挟んで両側にある。また、中央区新川にも、お祝いなり民屋神社がある。四谷のお祝いなり民屋神社、民屋や,や跡地は、明治十二年、1879年の火災によって、消失して、 中央区新川に移った。新川のお祝い成田宮神社は、戦災で消失したが戦後再建され、また、四谷の旧地にも再建された。養雲寺は、昭和初期に創建された日蓮宗の寺院である。境内には、昭和三十二年に、新宿区より文化財に指定されていた、お岩様ゆかりの井戸があり、また境内にある新山記の下には、 お岩様園の誇らがったと伝えられている。もともとは、お岩稲荷民や神社が、中央区新川に移転した際、地元の名物がなくなって困った地元の勇士が、四谷おお岩稲荷保存会を立ち上げ、この時、本部に祀ったお岩村という少子が大きくなったのが、養恩寺の成り立ちである。お岩稲荷が、複数もできる要因としては、単純に儲かるから。歌舞伎俳優は、元より、 お岩の浮気に対して見せた恩念から男の浮気封じに聞くとして下流界からの信仰を集めたため再選の他に土産物などで地元経済が潤ったからであるこのため東京日々新聞や東京明け坊の新聞といった明治期の新聞には小川坊なる人物が何度ももう一つのお祝いなりを作ろうと画策したことが記事として残されているなおお岩のお墓が 巣鴨の妙行寺、明治時代に四谷から一点にある。おそらくは二代目、民屋伊右衛門の妻の墓だろうと推測される。落語。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。